1952年民主党全国大会は、1952年7月21日から7月26日にかけて、イリノイ州シカゴのインターナショナルアンフィシアターで開催された。4人の主な候補が、指名を獲得すべく立候補した。テネシー州のエステス・キー・フォーバー上院議員、イリノイ州のアドレース・ティーブンソン知事、ジョージア州のリチャード・ラッセル上院議員、 およびニューヨーク州の W アベレル・ハリマンである。自身は出馬しないと主張していた。スティーブンソン知事は代表を歓迎する演説をするよう依頼された。彼が基地に飛んだ勇ましい演説を続けたことから、その主張にもかかわらず、支持者らは彼を指名する運動を再開した。イリノイ州代表団のボスであるジャック・アービートの会合の後、 スティーブンソンはついに指名へ立候補者に加わることに同意した。北部や中西部における他の有力州出身の党のボスラは直ちに支持者となった。キーフォーバーは最初の投票で首位を占めたが、指名獲得に必要とされる得票数を大きく下回った。スティーブンソンは徐々に勢力を増し、三度目の投票で候補者に指名された。そして、 全国大会は、スティーブンソンの伴奏候補として、保守派で、人種格離主義者のジョン・スパークマン上院議員を選出した。この時スティーブンソンは、雄弁な受諾演説を行い、米国民の常識を語ることを見事に誓った。民主党候補者可票は、投票結果をまとめたものである。各候補は、各投票での最高獲得票数に基づいて、まとめられ、 いずれかの会の投票で20票以上を獲得した候補のみが掲載されている。1952年民主党全国大会は民主、共和両党にとって大統領指名候補者を選出するために複数回の投票を要した最後の大会であった。キー・フォーバーは一度目の投票後大部分の代表を獲得したがトルーマン大統領がスティーブンソンに味方して 戦いに加わった。トルーマンは、出馬を辞退して、スティーブンソンを支持するようハリーマンを説得することによって、対立するキーフォーバーと、ラッセルへの支持に先んじた。大統領は、ジムクロー法が効力を持っている州から、南部の候補を指名すれば、アフリカ系アメリカ人や、北部の白人有権者からの民主党に対する、潜在的支持を失うと確信していた。 スティーブンソンは3度目の投票で指名された。この大会は民主、共和両党にとって大統領指名候補者を選出するために複数回の投票を要した最後の指名大会であった。民主党は強力な国防、ソ連に対する集団安全保障、多角的軍縮、タフトハートリー法の廃止、少数民族の雇用機会均等、老人、児童、 盲人及び身体障害者への公的扶助学校給食計画の拡大を支持し、人種差別と引き続き戦う姿勢を示した。アドレー・スティーブンソンと副大統領候補ジョン・スパークマンは、1952年11月4日の選挙で、ドワイト・アイゼンハウアーとリチャード・ニクソンに敗北した。しかしスティーブンソンは4年後、再び1956年、 民主党全国大会で民主党の大統領候補として選出された。ありがとうございます。